こんにちは。おはようございます。世界のりょうくん。はい、世界のりょうです。自分で言うのもなんですが。好きな女性のタイプ。やっぱ自分が車好きなんで、車が好きであれば、はい、もう後ろの方でファンの方が。はい、これりょうくんはね、ラジドリ界で一番のイケメンだと思うね。モテるでしょ。いや、そうでもないですよ。もう車とかこればっかなんで。あ、そっか。はい。女性がいないもんね。いないです、いないです。もう関わりがほぼないです。りょうくんってラジコン何歳から始めたんだっけ？一番最初に触れたのは3歳で。3歳？3歳です、3歳。親父がなんかやって、もともとエンジンかなんかやってて、そっからやって、それでなんか才能あるなみたいな感じで親父が思ったらしくてやらせてたらしいんですけど、で、ドリフトやったのが4歳。で、5歳で大会。昔横もさんのとこで、横取りのキッズクラスみたいなのがあったと思うんですけど、あれに出て、もうしょっぱなそれで優勝してみたいな。すごいね、その3歳の時に親父さんが、あ、こいつは才能あるって見抜いたところがすげえね。そうですね、要はラジコンって結局帰ってくるとき操作逆じゃないですか、それが別に何もなくてもできちゃったらしくて、でそれでなんか見込んだらしいです、意外と知らない人も多いですよね。僕がここまで歴が長いっていうのが。今チームレードのワークスドライバーなんだけども、はい、これなるきっかけってもともと、うちのドライバーで銀次っていたと思うんですけど、それがもともと昔小さい頃にやってたん でそれでチームウェルドのサポートを受けて、やっぱそこが憧れ でそこからどんどん大会出るようになって、最終的に初っ端のイフマの時ですかね、の時に声かけてもらって、そこからやらせていただく形になりました。銀次に憧れてもっと上手くなってやろうみたいな。そうですね、もう負けたくないみたいな、まあ、もうその時お互いした時もうずっとバチバチだったんで、まあ仲間ですけど、まあ、やっぱライバルみたいな。とラジドリ以外にもシム活とか、はいはいはい、実写だとかやってるんですけれども、はい、ラジドリはその実写の方に結構生きてますね。そのセッティング云々っていうのは僕まだちょっと分かんないんですけど、やっぱ俯瞰視点で見れるじゃないですか、やっぱラジコンって、でそれをやっぱ実際実写でもやって、動画撮ってもらって、ここがダメだよねって言ったら部分的に修正はもうすぐ臨機応変にできるんで、まあ、それは役立ってるなってすごい思います。もうラジコンで3000円撮ったもんね。そうですね、じゃあもうそういうイメージがすぐパッと頭に出てくる、パッて出てきますね。で今のここら辺がダメだったかなとか、もうすぐ自分の中でも分かって、やっぱ見てみると、あ、ダメだねとか、振りが浅いねとか、そういうとこはやっぱすぐ分かりますね。実写上がりでラジコンやってる人多いですけど、逆にラジコンから実写っていう人はなかなかいない、ね、なかなかいないね。高台、そうですね、高台くんとか、はい、また話をするんですけど、はい、シムの方結構やってる。はい、そうですね、やってますね、はい。あれはどうなの、実際結構生きる挙動とかそこまで求めすぎなくて、要はトレーニング、要は例えば初めてのサーキット行くに関しても、その前にシミュレーターでやっぱライン取りだったりいろんなとこを覚える、で入り方で鋭くケツの出し方とか、まあ、いろんな、要は実写でもリスクなことってあるじゃない、それをまずシミュレーターで試してみたりとか、もういろんな予習とか復習もろもろして本番で実際やるっていうので、そこがリンクしちゃえば、もうものすごいその初っ端からいい走りができたりとかもするんで、やっぱめちゃめちゃトレーニングになりますよね。おかげさまでそこら辺はやっぱ皆さんの協力のおかげでここまでできてるんで。まあ、例えば音楽とかどんなのが聴いてるよ。僕結構全般聴いてて、例えば洋楽であったり、まあ、EDM、まあ、まあ重低音とか、そこら辺重低音のものとか、まあ、あとはヒップホップ系も聴くし、まあ、逆に韓国とかも聴くし、基本全ジャンル聴いてるかもしれないです。なんかこれといったものはなくて、要は自分が好きなこう例えば出だしだったりとか、はい、サビだったりとか、はいはい、そういうのは全部入れちゃってますね、僕は。ああいう曲を聴くときっていうのは歌詞とかって意識しますか？いや、しないですね。パッて聴いたときに、あ、これいいなっていうのを入れて、でどんどん聴いてて歌詞を、だんだん中に入れてってって感じなんで、はい、最初はもう本当もう雰囲気ですよね。ファッションとか、はい、いつも着てる服とか、はい、こういう、いい男だね、あ、よく言われます。そういうファッションとか服とか、例えばどういうファッションが好きとか。僕基本的にあれですね、もうダメージジーンズとかもそうですし、もうこういう系、あともう本当ピチピチな系が好きだったんで、もうそればっか着てました、ね。なんかダボっとしたのはあんま着ないですね、僕は。本当ストリートとか、まあ、そういう系で、なんか昔よくヤリラフィーみたいな用語あったじゃないですか。ヤリラフィーって用語知ってます？いや、なんかちょっとヤンキー系とかやんちゃ系のスタイル、そういう感じのスタイルでやってましたね、僕。まあ、でもそういうの着ても爽やかだねって言われちゃうもんね。どうなんですかね。
はい、なんかよくチャラいって言われますけど、いやいやいや、ピアスはこだわりがあるんですか？特にないですね。もともと3つ開いてたんですけど、要は自社でヘルメットとか被るんで、もう血だらけになっちゃうんですよ、軟骨開いて、でしょうがなく閉じて、で今2つって感じです。特に思い入れはないですね。リョウ君に憧れてるね、ドライバーもいっぱいいると思うんですけども、はい、どうやったら会えますか？まあ、基本的にもうサーキットにもいるんですけど、まあ、あとは自分の会社の方にもまああのいるんで、まあ何かあれば、はい、来てもらえれば必ず会えると思うんですけど。サーキットはどこのによく聞く？基本的に EDP サーキットさんとか、まあ、あとは G サーキットさんで、まれにあとはベガさんだったり、はい、基本的に多分八千代とか、まあ、一番近いのだと大磯にも行ったりしますけど、はい、今週何回ぐらいだね？もう昔から週1回ですね。土曜日に基本行ってるんで、はい、でなんかイベントとかあれば日曜日も行ったりだとかするんですけど、まあ、最後に将来どんな感じのドライバーになりたいかみたいな。ラジコンも含め、そうですね、もうラジコンはもう正直な話、もう意外と来てるところまで来てるんですよ、はい、だいぶもうなんか目指す部分っていうか、なんかその定位置をどれだけキープできるかみたいなのがあるんで、そのプライドで負けたくないっていうのもありますし、最近それがなかなか成績が伸びなかったりもあったんで、まあ落ちてはいましたけど、まあしょうがないなってことで切り替えてまたやり始めてるんですけど、みんなの憧れになるドライバーであり続けたいなとは思いますね。その走り方もそうですし、要はなんか僕はラジコンっぽくじゃなくて実車っぽく動かしたい人なんで、やっぱそこはやっぱこだわりは、こだわり続けたいなっていう思いますね。あの最後に、はい、あのサーキットでリョウ君に会った時にサインをくれと言ったらくれますか？あ、全然いくらでも、僕なんかのサインでよければいくらでも書けますよ。わ、はい、かりました、はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。